はい、フル脅威 MF しかやってなかったんで、ちょっとリーサルテンポクリティカル MF やっていきたいと思います。録画開始開始。にゃーん、あーリーサルテンポか、あーリーサルテンポか、このように、クリティカル MF は、キルを取ることができます。このようにね、皆さん真似してくださいね。いや、やっぱクリティカルエイム強えな。やっぱパワーがちげえわ。やっぱちげえなぁ、クリティカル MF は、パワーが。まあ、このようにですね、ショートトレードであれば、MF って使ってもいいんですね、されてもいいんですね。いるぞ、お前。まあ、あと、さっきの殴り方のコツとしては、MF って異なる対象を殴った時にダメージアップあるんで、そのちゃんと交互に殴ってた俺、まあ、見返してもらえばいいと分かると思うんですけど、結局交互に殴ってたんすね。これもまた良い点ですかね。ごめんね、タワーとノーチャスを交互に殴るみたいな、こういうやることによってダメージが上がるんで、まあ、これもね、MF 使う上では結構大事なポイントかなと。出航するよ。イグナイト上がってんな、これ。ちょいコアか ?5 レベになれば余裕だけど。いいんだよ。ワード、ワード、ワード。敵を倒しました。味方が倒されました。いや、クリティカルエメフ強え。やっぱクリティカルだわ。やっぱクリティカル率だよな、大事なのって。クリティカル率がやっぱ比例してるわ、火力に。あーったクリティカルだー。あークリティカル率がやっぱ効く。やっぱクリティカルエベルの方が強いんじゃねこれ。AD ドビス。ゼロっす。まだゼロっす。味方が倒されました。いやでも長弾の仕組みもやっぱ本家と全然違うな。ジンクスのロケット Q もめっちゃ思うけど、ジンクスのロケット Q めっちゃ思ったな今さっきの。敵を倒しました。味方が倒されました。いやでもリーサルテンポが強いってのはある。正直やっぱ序盤のファイトリーサルテンポ強すぎる。溜まった時の恩恵が。あ、300円って、300円ってダガー買えねえじゃん。そういえば忘れちまってて。あ、俺もっと
アジア1位っすね、MF。MF1 位っす、アジア。ね、ワイリフさ、あのさ、ロケット級で通常した後にさ、この後のさ、通常が速くなんないじゃん。このスモールモードって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかわかんないけど。ナイス、おー、やばい。ユーミ、俺に乗れ。まあいいや、帰ろう。にゃーん、いい撃ったら間に合いそう。いい間に合ったー。いい撃った方が良かったかな。いい撃つか、まっすぐ逃げたら良かったか。でも、E 打った硬直で Q 届きそうだったんだよな、今の。むずいな。まあ、AS 制限もかかってるし、本家ってさ、ロケット Q の後にさ、マシンガンモードにしたらさ、すぐ通常出んのよ。ドーン、パッて。まあ、それがない、こっちには。これがうざい。近づかれる前に E 押せてたかな。味方が倒されました。ユーミ、俺に乗っとけば、俺に乗っとけばそんな悲しい思いさせなかったのに。いやいや、リーサルテンポっしょ、やっぱり。やっぱリーサルテンポっしょ。ユミ、俺に乗れよ。クラーケンが一番でもやばくない？まあ、クラーケンは強いって思うけど、やっぱクリットやるんだったら、まあ、俺はあれかな、リサルテンポでやりたいタイプの人間かな。まあ、ユーミいるから大丈夫だと信頼して、ノンクイバ行く、殺傷にするか。あ、次のパッチなくなるの？アイテムにしてくれよ、じゃあ普通に。普通にアイテムにしてくれ。まあ、殴れる、俺は殴れる自信があるから。リーサルテンポ行っちゃうね。殴り殺す自信がある、俺は敵を。まあ、一緒やんな、ほぼ。ほぼ一緒ちゃう。タワーが破壊されました。変わらんと思うけどな。ああ気持ちいい。うわー、回復強ー、回復中へー。え、てかサイドレーン守ってくれ。タワーが破壊されました。なんやこれ、マクロー、マクロー。こっちね、味方が倒されました。おう、アイテムにしてほしいね。普通に、普通にアイテムにしてほしいかも。もしにしよう。
ちょっと不安だったな今。さすがにアイか。ドラゴンを攻撃。敵チームはドラゴンを倒しました。お、やべ、入った。ノーチャルティネットないんだし、強気に行こうや。RFC 積むよ。いやでも RFC 積みたいけど、はい、欲しいな。次はアルティメットダメージがな、足りねえんだよな、これだと、このフィールドだと。このチャンピオンの攻撃。いや貫通も欲しいね。全部俺は行くよ。味方が倒されました。ロスダウン危険。はい、いやでもまあダメージ足りてるか、ぶっちゃけラピッドファイヤーでいいかな、RFC で。いや、いいのがいいか。迷うな。迷うな。出航するよ。味方が倒されました。敵を倒しました。タワーを攻撃。エンゲージ。エンゲージ。どうしたことないの。リルダも欲しいしな、何でも欲しいな。あ、やべ、ユーミ置いてきちゃった、ごめんね。ここあったかいね。ごめんね、ユーミちゃん。アデセン入ってる、ナイス。ナイスアデセン。これは大丈夫じゃないですね。行けガレン。何でもいい、何でもいいから捕まえてくれ。お語りな。いやマジかついたビルド見て俺の、もう 何パーライフスティールあんねん俺。
ガレンを縦に歩く。ライフスティールいかつ。いやどうなんだろう、ぶっちゃけなんかちょっとなんか強い俺移動中です。ライフスティールエッグ阻害って、阻害されるより回復すれば、まあ、強いっていうか足のお母さん泣いてるで。うん、泣いてるなこれ。うぬぼれんじゃないよ。いやぶっちゃけ、まあさすがに脅威の方が強いんだろうな。いやどうなんだろうね。悪くはないけどね。俺結構 MF のクリット好きだけどね。ああ、俺狙わないと勝てませんよそれ。ユーミ？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 ユーミ俺に付きなさい。まあ、負けるやんやから。何ちゃうやつについとん？なっしょんユーミ。届けー、届かんな。ユーミマジで、ほんちょっと、なんか浮気相手のとこ行っとんやけど。ごめん、ほんまにセリルダ欲しいから、ちょっとジャングル枯らせてくれ。ごめんね。セリルダが欲しい。いいや。サリュー、旅行したかったユーミ。エンゲージ。サリュー、こんばんは、バラ。移動中です。竜巻、一家、バインドの試合です。名もなき、主婦の試合見てました。結局このゲームは6台生き残ってダメージが出ば勝ちますね。いや、そうなんや。うわーでも俺フラッシュもなんもねー、フラッシュもなんもねー。俺ちょっと見ていこう。ユーミマジ俺について。普通にユーミ、ユーミ何でそガレンなんかについてるん。わけわからんって。ユーミ、ユーミわからんわからん。ユーミ、ユーミ、あーでもあーウルトがサネブリだー。あーウルトがあビビロやる。ウルト、あーユーミが消えた。マジユーミ俺につけて。エルダードラゴンを攻撃。マジで一人じゃ無理やって。敵のタワーを破壊しました。移動中です。名もなき飛びでレインをしてるのくさ。マサイロン破壊神を打って笑う。いやもうそうよ、破壊神の俺は。ユーミ、ユーミ、そう分かっとるやん。ほらケインも誰についた方がいいかって。そうよユーミ、分か誰についたいか分かるやろな。
17キル1です7アシストのやつおってなんで俺に使んねん。ユーミ、ユーミ、そう死んでね。コレクターでもよかった、ぶっちゃけ。でもなんか相手が意外と育ってたからイモシを積まざるを得なかった。ぶっちゃけコレクター欲しいよ。俺が取る、俺が全部取る。敵も殺すしエルナーも取るよ私ね。私全部やるからね。危ねえ。ユーミマジちょっとやばいやろ。まあでも、まあ、正味ケインに乗らなかったのは正解。まあ一回乗って死んだけど。え、待って。え、俺この試合ボロ勝ちかと思ったら、味方のミッド13デスしてるし、ジャングル10デスしてた。やっぱガレンに乗るのはまあ正味許せた。あの、ネタで言ってたけど、その、でも俺やろ。ガレンに乗るのもまあ正味ありなんやな。そのガレンしかフロント役がいないから、ガレンに乗ることでまあ俺がダメージ出せるけど、ユーミーまああんだけ育てたらまあ俺がユーミーがいたらもっと前向きな立ち位置取れるから、さすがに乗ってほしかったね。まあてことでね、チームの 50% のダメージを叩き出しまして、クリティカル MF 最高。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。まあぶっちゃけどっちが強いのかは、え、ぶっちゃけどっちが強いかで言ったらな、あんま変わらんのよな。あんま変わらん気がするわ。アルティメットのダメージってクリティカルでも結構出るし、まあ、Q のダメージがあまりにも違うけど、正面の DPS で倒すのが強いから、まあ、用途次第じゃん。用途次第、柔らかかったら脅威いいんじゃん。硬かったらこれでいいと思うけどね。まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。